ホリエモンチャンネル。まあそうですよね。そのピロリ菌がいて癌になりやすい状況になっていて、もともとそうですね。癌になる人っていうのはもともとなりやすいわけですよね。そうです、そうだから癌の抑制遺伝子が少ないとか、なんか生活習慣が悪いとか、いろいろあってすごくなりやすいわけですよね。それでもピロリ菌を除菌すると割となりにくくなると。ただまあダメージはゼロではないので、まあ、要注意ですね、はい。でその恐ろしいピロリ菌の写真がまあこちらになりまして、でこれはですね、まあ、電子顕微鏡の写真なんですけれども、あのご覧のようにですね、尻尾が6本ぐらいついてるんですね、うん。でこれを非常に高速に回転させて胃の中をすごい勢いでこう泳ぐんですよ。あ、そうなんですか。そうなんですね。これは鞭毛っていうんですけれども、胃の表面を張ってるんですか。ね、粘液、胃の表面には粘液っていうのがあるんですね、はいはい、でその中に住んでるんです。あ、そういうことか、うん。で自分が自分をあの胃液から守るためにアルカリ性にしてるんですね、自分の周りの環境、うん。それで胃酸からまあ自分を守ってると。でやはりその住みやすいところに向かってすごい勢いでこう泳ぐんですね、うん。ですからその酸がいっぱいあるようなところからやっぱ逃げ出したいわけなので、ね、そういった意味で非常にですね賢い。で続きましてですね、これがあの20代の方の内視鏡の写真ですけれども、右と左ありますけどね、これ画面向かって左側が健康な胃なんですね。で右側がちょっと見にくいかもしれませんけど、これザラザラしてるの分かります、まあ、鳥肌胃炎っていうんですけれども、鳥肌胃炎、これちょうどですね鳥のこの羽をむしったようなですね、ザラザラしたような。でこれはもう典型的な若い方のピロリ菌の内視鏡で、まあ、こういった方からやはりがんが出やすいというふうに言われていて、ちょっといやちょっとやめてください、ちょっとこれがあったら要注意。平然予想って番組やってるんですから、ちょっと、なるほど。続いていいですか。でこれがね、50年経つとですねこんな感じになるんですね、出ますかね。あ、そうですね、はい。で左側はあの70歳の健康な胃でこの犬ひだがしっかり見えるんですけど、うん、右側がピロリ菌がいた方はこれがもうつるっとなくなってしまってですね、逆にヒダがある方が健康なんだ。そうなんです。それはもう手に出てくるシワみたいなもんですか。うん、あ、ヒダはねシワとは全然関係なくて、関係ない、あのいわゆるこの萎縮って言ってですね、胃の皮がどんどん薄くなっちゃうんですね、うん。そうするとヒダがなくなっちゃうんです、うんうんうん。でそうするとこうやって萎縮性胃炎って言いまして、こう、ま、もう血管が透けて見えちゃうような、つるっとした胃になっちゃうんですね。でこうなってる方はもうほぼがん、いやそういうわけでは全然なくって、あの、まあ、いわゆるその内視鏡で我々が見てももうすぐ分かるんですよ、この人ピロリがいるいないって言うんですね。で当然このピロリがいる方はがんになりやすいので要注意でくまなく見ますし、もうピロリがいないって分かった方はもうかなり、まあ、さっと見る場合があります。怖いよ。でじゃあどうやって今ちょっとそのがんが話が出ましたけども、ちょっとこれ難しい話になっちゃうんですけれども、はい、あのまあ、正常な胃の粘膜にですね、まあ、ピロリ菌が感染すると活動性胃炎という状況になります。でそれが長くどん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 あの続きますと、さっきみたいな萎縮が起こって、でそこに腸上皮下性って言いましてですね、腸の組織が胃にできちゃうんですね。そう、面白いでしょこれ、はいはい。これは何でかというと、その胃がどんどん再生と脱落をどんどん繰り返すとですね、うん、そこが腸になってきちゃうんです。腸っぽくなってくる。腸っぽくなってくる。で腸っぽくなってきたところに癌ができやすいんです。腸っぽさって何なんですか。その組織を見るとですね、胃の組織と腸の組織やっぱ違うんですよ。うん、胃の中なのに腸みたいな組織ができてるんです。は、うん、まあ、そういう風になってるんですね、うん。でそれが胃の出口の方からだんだんこの上の方に上がっていくので、うんうんうん、まあ、その間にはこういった年齢、まあ、加齢とかですね、まあ、タバコとか、まあ、いろいろ、まあ、そういった遺伝子の異常とかが起きていて、うん、でそこにこうがんができやすいということなんですね。本日のホリエモンチャンネルクリニックはここまで。今回お話を伺った鈴木秀夫先生とホリエモンがメンバーの予防医療普及委員会 PI プロジェクトでは、胃がんの原因の 99% だと言われているピロリ菌の検査の啓蒙活動を行っています。お近くの病院でも郵送検査キットでも検査可能です。これからは予防医療の時代、まずは安心するためにも検査をしてみましょう。さて次回はどんなお話を伺えるのでしょうか。お楽しみに。メルマガの登録はこちら。 YouTube チャンネルもよろしくね。